やっほー。今日は埼玉県毛呂山町、埼玉医大のすぐそばにある味噌ラーメンでおなじみ味噌の辰巳屋さんにやってきました。八高線の毛呂駅より徒歩5分、人気のお店です。今日はどうしても食べたい麺があってやってきました。いつも食べちゃう毛呂山ブラックも好きだけど、梅味噌ラーメンもいいんだけど、ツイッターで皆さんに教わったメニューが気になって、メニューを開けると毛呂山町の名産品ゆず味噌もいいし、隣の越生町の梅を使った梅味噌もいいよね。看板商品の味噌ラーメンも外せないし、二郎系もいいな。ゴールドラーメンや中華そばもいいよね。餃子もつけちゃおっか。優柔不断になってしまう。お昼休み短いのに判断が遅い。でも今日は皆さんから聞いていたリニューアルした混ぜそばを食べに来ました。カウンターの上の装備品も確認よし。店内で食べる混ぜそばは初めてなので、今日はトッピングをせず通常のそのままの普通で出していただきます。辰巳屋さんはつけ麺も美味しいですよ。オーダーしたので到着を待ちます。辰巳屋さんの人気はテイクアウトのチャーシューの切れ端や焼きそばもおすすめです。あっという間に着丼。食べる前に紙ナフキンをいただきました。ドーン、チラッいつもありがとうございます。一緒に写っていただきました。頼んだのは混ぜそば850円。いただきますの前に見てよ、本当にもうこのでかいチャーシュー、もう大爆笑。あまりにチャーシューがでかいのでちょっと本気出します。袖をまくって本気モードオン。早速いただいた紙ナフキンを装着していただきましょう。いただきます。混ぜそばとのランチ合コンスタートです。うーん、おいしそう。相性がいいといいな。これは混ぜそばあるあるなんですが、どのタイミングで混ぜていいかわからない私には、店員さんにこれはよくしっかり混ぜてくださいねと最初に言ってもらうと安心して混ぜることができます。しかしよく混ぜるのも重たいので難しいです。よいしょよいしょ、どっこらしょう。SNS で皆さんに教えてもらったので、やっとありつけることができました。皆さんいつも情報ありがとうございます。今日はデフォルトの何も追加をしていない、味も普通量も普通、本当に普通のニュートラルな状態の混ぜそばです。ちなみに味噌の辰巳屋さん、以前は豚骨屋さんのラーメン屋さんだったそうですよ。かあ、熱々のラーメンじゃないけど燃えてきた。食べると熱いですね。そうそう、辰巳屋さんの素敵なところは地元のコラボ、地元の食材を使っているところが素敵です。毛呂山町では桂木柚子という日本最古の柚子が有名なんですが、その柚子を使った柚子味噌に、隣町の越生町の梅農家山口農園さんの梅を使った梅味噌、その梅が一粒ドーンと乗っているのはもちろん、スープにも梅がたっぷりなので、梅のでおすすめです。そして
おすすめメニューもう一つ、地元の諸山町出身瀬戸大也選手が命名したゴールドラーメンもおすすめです。カレー味で麺が進む。そして私、ガツガツ前に行き過ぎたのか、紙ナフキンを首ブチッと切ってしまいました。ゴリラかよ。さあ、15分過ぎたので、そろそろガガッと食べ進めていきましょう。もぐもぐ。ああ、ラーメン屋さんのお水おいしい。混ぜそば、味は濃いめと書いてあり、薄めにもできますと書いてありました。なんで濃いのかなと思ったら、噂によるとライスを投入して混ぜて追いライスを楽しむために気持ち濃いめに作っているそうですよ。ガシッと混ぜてかっこみたい。そして皆さんにぜひおすすめしたいのが餃子。餃子がラーメンに追加したり、チャーハンに追加したり、そこにただそばにいるだけで人生が豊かになります。ちょっと贅沢をしたいとき、心に潤いが欲しいとき、ぜひ餃子をセットで楽しんでみてくださいね。また餃子のいいところは、餃子プラスお酒にすると新たな開放感、そして体がほぐれる気がします。美味しい。はぁ、飲みてぇな。このご時世、お昼に餃子を食べてしまっても、みんなマスクしてるし、私もマスクしてるし、自分に跳ね返ってくるだけだから、ちょっと餃子お昼に食べてもいいよね。ラスト1本ならぬ、ラスト1個ガブリ。あー、おいしかった。完食です。ごちそうさまでした。今回食べたのはリニューアルした混ぜそば、おいしいので食べてくださいとも。そして私もサイン飾ってもらいました。チャンネル登録お願いします。埼玉西の情報発信中。皆さんも埼玉県を楽しんでください。埼玉。